ですね、どうしてもあの大森先生から真島さんにお伝えしたいことがあるということで、なるほど、今日はですねラブレターじゃん、ラブレターじゃんよ、預かってまいりましたね、私しかと預かってまいりましたので、ちょっとあのこれ静香さんに読んでいただいても公開告白じゃんよろしいですか。いや中に何書いてあるか分かんないですから、そんな絶対ラブレターじゃないですか、そんなの。竹様ファンの静香さんにぜひちょっと、はい、じゃあ読んで、私がいただいて、大森先生の思いをこの声帯に乗せて本当にこの手紙今私たちもらったから中身全然わかんないですよ、全く何の予想もついてないですけども、うん、じゃあ読ませていただきますよ、はいはい、分量もどれぐらいあるかもわかんないし、うん、A4 にびっしり結構びっしり、本当だ、めっちゃおる、すげえな、めっちゃ書いてある、すごい今の熱量がちらっと見えためっちゃ好きじゃん。それでは読みます、はい、親愛なる真島さんへ真島さん、はい、ごめんなさい。何ですか。今年の2周年イベントに竹見和知は全く出番がありませんでしたですが2周年には出るかもしれないなどと希望を持たせたのは木村樹里さんたちであって、私は欠片も登場させるつもりはなかったということをどうかご理解ください。言い訳が始まった、はいはい、大丈夫ですよ。というのも私は常に水面下で竹見和知を登場させるタイミングを探っていたからです。あれは1年前になるでしょうか私は野沢さん率いる悪の大帝国、女の子キャラばかり優遇するダンメモ運営チームに直訴しました2019年のクリスマスに竹見和知を実装する、これを真島さんへの聖なるクリスマスプレゼントにするんやあれ先生こんな人だっけ、そういう、そう短歌を切った私に対し、正気かお前という目を向けてきたディレクターさんの顔が今でも忘れられません、うん、そして交渉が難航する中、うん、とうとうちぐさと抱き合わせることを条件に竹見和知の星4を実装するに至ったのですこんなにも大変な星4キャラ実装に竹見和知は世界に嫌われているのではないかそんな風に思う時もありました。言うじゃん。ですが少なくとも私は竹見和知のことが大好きです。分かってるよ。クリスマスイベント拝見させてもらいました、竹見和知かっこよかったです竹見和知熱かったです春姫やベルを導く力強い声を聞けて、真島さんの竹見和知に出会えて本当に良かったと、めっちゃ恋してるじゃん、心からそう思っていますこんな言い方は少々気持ち悪いかもしれませんが、もう十分気持ち悪いみんなを温かく見守るお父さんのような感じがしました、設定が強すぎてなかなか活躍させてあげることのできない神様ではありますが真島さん、これからも竹見和知をよろしくお願いいたします。改めまして星4実装おめでとうございます、うん、今度イベントがある際にはぜひ胸を張って遊びに来てください出ないの竹見和知の真島さんもキレのある司会の真島さんも、はい、ずっと楽しみにしております原作大森藤野より